おはようございます。12月10日木曜日朝6時45分です。寒い。でこれ今どこにいるかというと、 JR 高松駅のちょうど裏側、海側の方になります。ずっと横に振ってみると、これ瀬戸内の海ですね。寒い。で気温がさっき見たら7度になってました。で高松駅に人を送ってくる用事があったので、で駅までさっき行ってきたんですけど、せっかくここまで来たので今海側の方にやってきています。ちょっと散歩しようかな。土日にね来ると朝早くからいろんな人が散歩したりだとか、あとランニングやってるんですけど、さすがに平日の朝ということでやっぱ人少なめですね。で今撮影しているカメラですが DJI のポケット2になります。で手持ちで今歩いてます。でマイクはワイヤレスマイクじゃなくて本体の内蔵マイク使用しています。どれぐらいの感じで音取れるかな。まだだいぶね暗いですね。太陽がまだ上がってないのかな。でポケット2のレンズ自体は、全モデルに比べると非常に明るいレンズになっているので、 F1.8 だったかな、明るくなっているのでね、これぐらいの明るさがあれば十分明るめに映るかと思います。で ISO のオートは上限1600にしてたかな、オート設定で上限確か1600にしてたかと思います。本当ね、ジンバル手ぶれ効果がすごいですね。さすがにずっと奥の方までは行きませんが、このねずっと一番先に赤灯台っていうね、結構観光スポットがあるんですけど、見えるかな、赤く今光ってますね。正面に見えているのが屋島ですね。いつもとは別角度からの屋島です。でもう少しこう右に振ってみると、でこの辺りがフェリー乗り場になるんですが、で正面に見えているのがオリーブラインといって小豆島の殿庄行きのフェリーになります。1時間ぐらいだったかな。あとまあ各島に行く、船着き場、フェリー乗り場がここに集まっています。そろそろ7時になるので移動します。で帰る前に、米田コーヒーぐらいでコーヒー飲んで帰ろうかな。コメダコーヒーに到着したんで行ってきます。そういえば、もうチケットがこの間全部使い切っちゃったんで今日買わなきゃいけませんね。なんか最近この席に座ることが多いですね。今日はまだコーヒー一杯しか飲んでないので、ブレンドのたっぷりブレンドと、あとやっぱり小倉でたっぷりのブレンドと、はい、あと小倉で C の小倉で、はい、この季節限定の小倉ノワールがめっちゃうまそうと、あと熊本モンブラン、いつもと同じでたっぷりのブレンドコーヒーと、でトーストはバターで小倉にしました。でこれはなんだ、あ、豆菓子ですね。じゃコーヒーからいただきます。うまい、香りがいい。小倉いただきます。意外とこの小倉が量がたっぷり入っているので、まあまあ多めに塗らないと残っちゃうんですよね。じゃあいただきます。
めっちゃうまい。ごちそうさまでした。うまかった。今日のコメダコーヒーの支払いですが、もうチケットがなくなってたので新しいチケットを購入してきて、ここから1枚支払いしました。で、あとたっぷりブレンド分のプラス100円は現金で支払いで、さっきまではこの DJI のポケット2で動画撮影してたんですけど、バッテリーがねもうなくなって使えなくなりました。で、あと 6% 残ってるんですけど、これ 6% だともう電源入らないんですね。知らなかった。数パーセント残ってるからっていうのでちょっと油断してました。で、今カメラを切り替えして、これは GoPro Hero 9ですね。 GoPro Hero 9で撮影しています。で、今日この後もう一度ポケット2充電してこっちで動画撮影しようかと思います。ジムニーの後ろ姿が可愛い。まあ、それはいいとして、今日お昼ですがランチはマックでいただきます。ちょっと仕事が今立て込んでて食べる時間あんまりないのと、あとポテトのクーポンが出てるのでクーポン利用していただいてきます。クーポンで購入したポテトの L と、これもクーポンで購入したナゲットと、コーヒーホット S とチキンクリスプです。今グラコロやってるんですけどね、グラコロで実は食べたことないですよね。美味しいんかな。じゃあいただきます。ナゲット、うん、うまい。たまに無性に食べたくなるポテト。あ、揚げたて、うまい。ごちそうさまでした。完食です。それでは仕事の続きに行ってきます。じゃーん。昨日 Amazon からこれ届いてたんですが、開封するのすっかり忘れてたんで今から開封していきます。これ昨日発売だったのかな。せーの、じゃんと。昨日発売のビーパル1月号ですね。ビーパルを購入する本当に久しぶりな気がするんですが、5、6年ぐらい前までは、もう本当毎月のように購入してたんですけど、最近は、なんか気になる付録があったりだとか、記事がある時に購入するっていうようなスタンスになってます。で、今回購入したもう最大の理由はこれですね。このチャムスのオリジナルマルチツールが、付録で付いてくるということで購入してみました。雑誌の中身はまた今日帰ってからゆっくりお酒でも飲みながら読もうかと思います。で、最大の関心はこっちですね。このチャムスのオリジナルマルチツール。じゃあ早速開封していきましょう。で、今回このマルチツール目的で購入された方結構いるんじゃないですかね。かわいいかも。チャムスということで、チャムスのカラーの赤ですね。でも赤というか、ワインレッドっていうか、非常に綺麗な赤ですね。結構好きだな、この赤は。マルチツールということで、合計11種類の機能があるようです。こういった感じで開けてあれば、まあ、ペンチですね。プライヤー。あと、ワイヤーカッター。ワイヤーカッター、ミニドライ、ミニペーパーナイフ、ミニノコギリ。プラスドライバー、マイナスドライバーが2種類。で、線抜き、爪ヤスリ。で、缶切り。で、マルチフックなど、まあ、合計11種類、ありますね。カッターとか、こう、ナイフっていうのがないですね。だから、鋭利な刃っていうのがないので、まあ、そういった点では、こう、普通に普段、所持してても、特に危険性はなさそうな感じですね。あ、本当だ。鋭利な刃物っていうのがないですね。まあ、唯一は、ちょっとこう、危ないかなっていうのは、このノコギリですね。でも、先がね、そんなに、こう、刃物のように尖ってるわけじゃないので、そんなに危なそうな感じがないですね。収納するとこれぐらいの大きさになる。見た目がね、非常にチャムスらしくて可愛い。ナイフとかハサミだと、こう普段バッグの中とかに所持していると、警察とかにね、
こういろいろ持ち物検査やられた時に、僕はまあ経験はないんですけど、された時にちょっと突っ込まれたりすることがあるみたいなので、まあ、そういった点では、まあ、これ危険な、刃物とかっていうのがないので、特に持ってても危なくないんじゃないかなと思います。気になる方は、本屋さんだとか、あとコンビニなんかでもね、置いてるケースあるみたいなので探してみてください。というわけで本日の動画以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。